れ物してないか不安。連れてっちゃうね。お茶を飲みながら。こんばんは。お元気みんな。カジです。おお、はい、家事は今ちょっと前乗りしてますが、ネイルが新しくなりました。でもちょっと失敗したな。よし。いやー待って、本当にやばい。マジで夜ですね。夜ではあるんだが、明日は本番ですね。ちょっとやばいですね、本当に。皆さんこんばんは。カジシマです。大丈夫ですか？いやだいぶ台風さんやってくるんで。そうですね、ちょっと雨に結構打たれたんですけど、今からもう なかなか遠征先の配信もないですからね。あんまり珍しいじゃないですか。あんまりないですよね、本当に。どうも。マネージャーさんと2人で私ちょっと前乗りしてきたので。そうなんですよ、明日のミーティングをここでお送りして、って感じですね。はい、頑張ってましたか？頑張りましたよ。明日何時起きですかね。私が6時に起きてれば絶対間に合いますもんね。6時は早っ。余裕。間違えた。7時に起きてれば間に合いますもんね、絶対。よし、もう起きなくても置いていく。いや、ダメですよ。私が行かないとやばいですよ。私が行かなきゃ絶対やばいですよ。よし、珍しく有料ギフト投げた。教えないだって。初めて見た。いや、初めて。嘘か。ありがとう、嬉しい。メルト君、メルト、ハートありがとう。サムのいらきさん、アダルもありがとう。クラック君、お、栗いただきました。サムのいらき君、アダルもいただきました。ありがとうございます。いや、本当に私が明日なんかしなきゃいけないことなんですかね。大丈夫ですかね。明日はとりあえず7時に起きて配信しながら準備できたらいいですけど、わかんないです。起こしてあげるな。いや、大丈夫です。行きますよ、私。ちゃんと今日全力で2キロ歌うだろ。困りました。明日早朝の333とか、うん、あ、でもそれぐらいやってくれて絶対起きる自信あります。私私は一生ここのホテル来れなくなっちゃう。でも本当ですよね、絶対もう出禁になっちゃうから静かにして。でもすごい、あんまり言っちゃいけないかもしれないけど、めっちゃいいホテルですね。こういうこと言ったらダメなのかな。ダメか、ダメだ、やめとこう。え、かわいいじゃん。これね、かわいいの。かわいいの。でも明日もこの服で行くんで。私、本当に2日間同じ服着るっていう、もう全然大丈夫な人なんですよ。明日もこの服で行きます。ごめんなさい。よいしょ。緑茶をいただきます。いや、今ちょっとスタッフさんとミーティングしなきゃいけないんでっていうだけなんですけど。足について。それだけです。
明日どうやって戦略立てていかないとやっぱ会場に着かないかもしれないね。慣れてるよね。いや大変でした。でも結構大変かもしれない。そう爪新しくなってるんです。かわいい。取れちゃったのこの間のがだから取れました。新しくしたの。そうですね。あとは大丈夫かな。そうね。まず配信できたらいいな。他ができる感じがさマジでわかんないんで曖昧になっちゃうんですよ。てか明日本当に本番なんで私も結構明日の確認をしてから寝なきゃななんて思っていたり。そしてメイクをここで落とします。割ともうやばいっすもんね時間。やばいね。今着いたんですよ。やばいマジです。いろいろやんすマネージャーさん大変だ。早く早々に明日の確認したらもうメイク落とします。ネイル系入ってるけどちょっと失敗しちゃった。ジェルネイルがちょっとねか固まってなかったから2日間ちょっとふにょふにょで過ごさなきゃいけないんですけど、まあしゃあない。あまりそれであまりわってならないタイプです。最悪とかあんま思ってないです。意外とああっていうぐらいで終わるタイプです。はああんまり出すと分かんなくなるからこれにしとこう。出すのよし。ヤッホーヤッホー。あこれ自分でやりました。そう。いや明日起きれるかな起きれるかなっていうかもう死んでも起きますけど、この配信はちょっと短くなっちゃうけど家事のメイクが取れるまでという配信にさせていただきたいと思います。よいしょ。ねえ、リーちゃんだって嬉しい。ありがとう。でもね、このツアーの期間だけになっちゃうから結構すぐなくなっちゃうから見といてね一応。でも私あんまネイルやらないんだよ。家事のメイクが取れるまで。キョメクさんのメイクだったんで割とあの取りやすいメイクにしてもらったので。目標1時に寝ます。いけますか。いや、いけるね。絶対いけますよね、私。私は目標2時に。お、そうですね。あー、マネージャーさん、すごい大変だ。じゃがりこ食べたい。あ、やってますね。いやでも私が新幹線でバカバカおかしくってんの見られてるんで何にも言えない。夢中になってたポイントにムーバーで強いイメージあるけど、お話できないですか。これはラロッシュポゼっていうブランドのを使ってて、一応なんか敏感肌とかこう低刺激的なのを頑張って狙って作っているみたいなので買ったんですよ。で私結構最初びっくり反応みたいなの出ちゃって目が腫れちゃったりとかしてたんだけど、2回目から特に反応がなくなって、特に何もね大丈夫になりました。うん、逆にねなんかマスカラリムーバーみたいなこうマスカラ式こういうのとかだとやっぱね物ぐらいみたいにできちゃったりとかね私しがちなんですよね。だから謎ですね。ちょっと私もねよく分かってないんです。なんでこれが使えるのかもう分かんない。成分表見てもねよく分かんなくて、そうびっくり GP 今日は多分クマ来ないですね。でもマネージャーさんのメイク落とし配信。いや私そんなしてない。あ、無理してない。眉毛しか描いてない。でも家事も今日お仕事があったからこういうメイクしてますけど、休みの日メイクしないですよ。そうですよ。ピンクアダルから参考にしないで。ラロシュポゼのこれはあ、やばいラロシュポゼのこれは割とおすすめかもしれないです。あのポーターだってウォータープルーフポータープルーフウォータープルーフ系のマスカラって本当落ちないから悩んでたんですけど、私はこれで落としてます。よし。あ、じゃあすっごい前ここでクマ来たらさすがに怒りそうだって。火事が起こるタイミングなんだろうな。火事が起こるのはなんだろう。どうやったら私って怒るんだろう。楽
楽しみにしてたお弁当なんだ。唐揚げか何かを高いに食べられた。卵焼き食べられたらめっちゃぶち切れです。この間やってましたよね、私結構なんで私はこれ食べたいの8だよねやりました、あの恵比寿でちなつずっと笑ってましたけど別に私もいいんですけど、別にいいんですけど、卵焼きは本当に楽しみにしてた先輩になだめてもらった記憶があります。はい、メイク落ちました。綺麗に、割と綺麗にメイク落ちた。うん、卵焼き、私がもっと怒ることありそうだけどな。なんだろう、私割とあれなんですよ、すぐ拗ねたりとかするタイプなんで、ぶち切る、声張り上げてぶち切れることはあんまりないですけど、記憶のある限りは。でも割とあの感情が起伏は割と激しい方だと思うんで、あると思うんですけど見つかないんですちゃんとすごいよく忘れちゃって申し訳ないですね。ですかね。Yes, yes. 今日ヘルペスができたのにはちょっと怒ってますさすがに。あ、でもなんか、なんだろうな、至りが頂点に達すること、なんか本当に全力で怒ったことは1回だけあるんですよ。でもその1回きりです、全力でブチ切れたことは、うん、人生で1回。しかも割と大人になってからだから恥ずかしい、うん、姉ちゃんと喧嘩しただけなんですけど、しかもめっちゃしょうもないことなの、恥ずかしい。なんか姉ちゃんが悪いのか分かんないです、私が悪いのか分かんないですけど、なんか怒っちゃったでも同じぐらいの度合いで怒ってたから、あの どっちの方が怒ったってことはないので。なんか今日元気だね、割と元気かな大声は出してないです、私あんま大声とか出して怒るタイプじゃないんです。あの拗ねる時の方が大声出してる気がしますね、私。なんで言ってる、なんでみたいなのをよく言ってますけど、あの末っ子なんで、人に指図するような怒鳴り方ってできないんですよ。末っ子ってそんな感じじゃないですか、拗ねる方が多いです、全然割合的には。本当に怒ってる時私喋らないですもんただそのぶち切れた時は、私は思いっきり姉ちゃんの頭をバリーン叩いて、その後姉ちゃんに思いっきりバカーン切られて、はい KO 負けですよ。ほらすごい私弱いんでダメでした。あのでも高校生の時だったから、割と大人はしてたんで、ちょっと本当一発ずつですよ、一発ずつで、あの本当すいませんでしたってお互いな感じ、あ、すいませんでしたとは絶対に言わないけど、なんか普通に仲直りしましたよ。 2,3 日ぐらい口聞かなかったかもしれないなんか姉ちゃんにすごい怒られてっていうか、あるとあることがあって、それについてなんか姉ちゃんは割と私に言ってくるんですけど、私はそれを黙ってずっとこうやって聞いてたんです、うん、そうですよ。あ、根に持ってる持ってる、全然根に持ってるよ、全て根に持ってるから私やだー、根に持っちゃうんですよ、忘れられないんだもん根に持つし頑固だからめんどくさいんですよ、私ほんとめんどくさいもの、うん、めちゃ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 めんどくさいになるんですよ私、うん、でもなんか根に持つのは姉ちゃんのことぐらいですけどね、言っても。ああでもどうかな、私本当に嫌なやつなんですよやだ、私もなんかどうしたらいいんだろう、そういう性格なんで。めちゃめちゃ頑固はね、ちっちゃい頃からずっと頑固、こう決めたら割とこうやりたいっていうのが決まっちゃうタイプ、すごく嫌です、それがすごく嫌なんですけど、うん、噛み込んで爆発、まあでもスネるのはすごいからな。ナマステッシャーさん、なになに、ありがとう。
もらっていいんですか、カップル、ね、明日食べた、明日食べれるかな、カップヌードル。頑固というかこだわり、うーん、でもこう、あの頑固は自分のことに対して頑固です。他の人のものだったりとか周りが関係してくることは割とあの周りの意見を聞きたいタイプだけど、自分が自分の例えばなんか進路だったりとか自分が使ってるものだったりとか自分だけのフィールドのところに周りの子が越した方がいいと思って言われても、なんかこうすぐそっかって言って変えられない。だからママとかに言う、ここの部屋からつけるときにここはこの配置にした方がいいんじゃないって、こう部屋の構造とか言われても、いやわかんないそれって言っちゃうのがすごく嫌です。本当に多いです。だから自分がこうやりたいっていうのが、例えばショールーム毎日配信もそうだけど、ショールーム毎日配信とか、なんかいい例ないかな。なんかこう、ここはこれ、ここでこうやりたいっていうのが決まっちゃうと、なんでちゃんと人の話聞いてって思うんだけど、全然入ってこないの頭に。多いですねそういうことが、うん、アドバイス聞かないタイプですか私。そこまでではないですか、うん、あ、よかった。なんていうんですかね、結構大切なこととかはちゃんと聞きますけど、ちっちゃいことは多いかもしれないです。なんか髪型変えないとかも結構頑固だと思います。なんか言われてるわけじゃないんですよ私別に。だから他の子が言われてたりとかして、まーちゃんとかずっとポニーテールだし、私は本当に言われなかったから、なんか上年は絶対変えないで覚えてやろうとか、そういうところでめっちゃ頑固だから髪型変えた方が絶対垢抜けると思うって言われても変えてないし、変えたいって思ってるけど変えられないの、なんかとかですかね、なんですかね、不思議、不思議にすごい、うん、そうね、そう本当に私だるい、だるっちい女の子なんですよ、うん、なんだろうね、なんかそこをママに優勝中怒られてもごめんなさいって思うけど、うん、本当にそうだね、昔から結構そうかも、なんだろうね、こだわりたくなっちゃうんだよね、なんかそうなの、悪い方向に行ってなきゃいいけどね。でも悪いことに流されない自信があるかもしれないです、もしかしたら。私めちゃめちゃ決まってるんで、自分がこう生きてるし、いや良くない時もあるんですけど、そうなんですかね、なんか変な感じですけど、こういう服着た方がいいよって言われても着ない、あ着ないかも。よく分かってるね、すごいね、ドッキリはハマる。確かになんで引っかかるんだろう、わかんない。やだドッキリ、なんでこれ、なんでドッキリ引っかかっちゃうんだろう。単純な女であるんですよね、だいぶ、うん、こう乗せられたらはいはいはいとか言ってちゃんとこう調子乗っちゃうし、なんかこうそういうあの なんていうのかな、都合のいい女であるんですよ、めちゃめちゃ。ただめんどくさいよ、めんどくさいんですよね。変な話にしちゃってごめんなさい。え、全然だよ、楽しいじゃんこういう話。純粋、いやどうですかね、純粋ではないじゃないですか。なんか割と私人のことはもう信用するのが得意じゃなかったりしてます。心開くのすごい時間かかったメンバーの中の一人かもしれないなって思いますね。周りの子が悪い子ってわけじゃないじゃないですか、ニキって。みんなおいでってやってくれてるのになかなか、うん、そうね、人のこと疑わない、いや毎日疑ってるかも人のこと。疑っちゃうのはだから宅急便の人とか来ても、うん、家入ってくるっていう想定で外出ますもん。おすごい、私鍵かけますもん。すごい、あの
鍵持ってってガチャって開けて、私一軒家なんでちょっとあの門があるんですよ。門って言ってもそんななんかでっかい門じゃないんですけど、ガチャって開くとこがあるんですけど、そこの門出てくるまでの間だけなのに鍵閉めます。家にじいちゃんいるからって言って家の鍵ガチャガチャ閉めますね。あとは目の前から歩いてきた人がなんかすごい危ないかもしれないとかたまに思っちゃう、なんかそう、ね、あと絶対に初めて会った子と LINE とか交換したことないです。2回目がある、2回目とかで交換することありますけど、1回目で LINE 交換したこととかほぼないです。でも1回目で LINE 交換はちょっとできないですよね。ためらっちゃう、ためらっちゃいます。なんかすごい警戒心強いかもしれないです。そこはでも昔からそうです。あの高校の時からそうです。高校の時にクラス新しくなってみんな LINE 交換するじゃないですか。でなんか LINE グループとかできるじゃないですか。私しばらく1週間ぐらい入らなかったです。同じ方入らない。なんか LINE 交換しようって言われてもなんか断ってましたね最初2日目から LINE、 なんか一発目から LINE 交換しようって言ってくる人はもしかしたら私の LINE を交換したいんじゃなくて LINE を交換したいっていうものが先に来てると思うんですよ。友達増やしたい、あそっちですよねって勝手にそんなこと思ってなかったとしても思っちゃうんですもん。招待されてるやつ、あそうですそうです入らないですしばらく。てか今思いますけど LINE グループって大人になるとなくなりますね。なんか LINE グループに参加って押した記憶がしばらくないです今思い出しちゃったけどないですね。そうだ、まあ、そんなこと言ってますけど明日ツアーです。話が全然つながらないんですけど、明日に備えてここでじゃあ今日はおしまいにしたいと思います。明日名古屋、間違えた、大阪頑張ります。よろしくお願いします。家事のショールームは曖昧までやったりすると思うので感想とかお土産話とかたくさんしようと思ってます。よろしくお願いします。それでは1位ヨッシー、でヨッシーに家事のお茶を見せてあげます。じゃーん、リクちゃん、今日はアベマ TV でもらったお茶を飲んで寝たいと思います。じゃあまた明日お会いしましょう。では愛着性の以上です。またお会いしましょう。バイバイ。愛着です。おやすみ。